でしょ。现在说明怎么用这个洗碗机、洗碗干燥机。この突っ込むやつは、こっからこの下からね、洗剤と水を当てるんですよ。それだけですわ。覚えとかなあかんの。だから、このコップをね、コップを洗いたかったら下向けなあかんですよね。それをコップを上向けてしまうと中がきれいにならずに、で水だけ溜まる。それだけこう下向けて下向けて、ほんでなるべく重ならないようにして、あ、これ置くタイプなのって言って、あ、そうかそうか、でかいもんね。お皿の高いもんはもうこれなしで並べる。そういう話です。これここにもこうやって、ストーパー、ここ普通のお皿ね。でこれは形に合えば、ね、どんな置き方もクソもないんですわ今。そう、後ろの、もう水下から来るという意識したら、もう、そう、後ろの、食器で使ってみたらいい。これでしょ、例えばね、日本はこんなやつとか、あと、こんなやつとかあるんですけど、こういうやつはまあここでいいですよね。いいですよね。で、こんなやつもここに差し込めへんかったら、どっかね、置けたらね、置いてみて、いけたらそれでいいんですわ。これでも別に構わない。もうそんなにね、コーナー置かなあかんちゅうことはないんですわ。で、こいつらも、こいつらもどっかね、引っかかるようになったんですよ。こうやったら引っかかるようにね。で、引っかからなくても、いっぺんこうやって置いていってみて、置いていってみて、どっかに引っかかればいいです。これはデザイン、それはデザインです。これだから、こうやってやってみて、やってみてトライするしかないんですよ。今のやつはね、どんなお皿にも大体合うようにしてるんで、ちょっとぐらいね、お皿がこうやって重なっても大丈夫。下さえ重なってなかった。下が重なったらあかんですよ。こうなったら水入らないけど、こうなってたら綺麗になります。それだけ。あとここはお箸とかスプーンとかフォーク。お箸も少しコツがあって、お箸はこうあるでしょ。ここ引き出したに多分お箸ある。あ、ここにお箸。お箸ね、こう入れずに、こう入れてくださいね。で、下から水当てるんで、で、ここが綺麗になります。網あったとしても。で、こうやっちゃうと、このね、塗ってるやつボロボロになってくる。これは、ペンキ剥がれてしまう。塗り箸は、その、買った時に、食洗機で洗えるかどうかが変えてあると思うんで、それが一つ。だから、プラスチック類も食洗機で洗えるやつと洗えないやつがあります。結構高温になるんで、温度が。ほんだら普通のやつ入れるとこうニャーって曲がってまうんで。なるほどね。でも綺麗になります。で、コップはこいつにこれ、どこまで入れるの、もうめちゃくちゃ汚れてるものをそのまま入れても大丈夫ですか？メーカーは宣伝ではね、例えばカレーね、うやーくっついてるとかって入れますけど、やめてもいいよな。ここはゴミはここに入る。1回目の洗い方は、こいつに、ここに水が溜まるんですよ。これぐらい。多分これの半分ぐらいかな。溜めた水を何回も何回もかけるんですよ。だから、最初に汚れとったら、汚れたやつプラス洗剤でなったやつをバシャバシャかけるんですわ。でメーカーはそれでもええんですけど、僕ファミレスでも働いてこんな使ったことありますけど、やっぱりちょっと流した、ちょっとひどいやつ流して、で並べた方が匂いもせえへんし、で最初に取れへんかったら、最初の洗う水にね、カレーだったカレーの匂いついたまんまの水でずっと洗えるんで、ちょっとそれがね、かなり悲しいですけど。这是专门用那个洗剤かな。对、洗碗用的那个洗碗剂。で、コップはこうやってここ並べたらいい。なるほど。一遍使ったら分かると思います。